忙しい就活生の代わりに企業研究をして入りたい会社を見つけていただくそんなチャンネル「ふかつけチャンネル」どうぞよろしく。 今回は石油業界ですね。まあ、国内は飽和してて、社用産業的な業界ではあるんですけど、採用されれば高級取りなサラリーマンになれるっていう、まあ、そういう業界でもありますね。で、石油業界がどういう商売をしているかとか、まあ、会社の大きさとか給料、その辺の情報を整理していきたいと思います。で、国内はね、もう3社に集約されまして、まあ、JXTG と、いでみつコーと、まあ、コスモエネルギーね、この3社に集約されたっていう感じです。まあ、簡単にどういう仕事をしているかっていうと、まあ、中東までね、原油をね、仕入れるためにタンカーで、 言ってで取ってきてで国内の声優で精製して油を売るっていうねまぁ、あ、そういう会社たちですねまあ、とにかくね石油がなければねまぁ、あ、車も飛行機も飛ばないし、まあ、プラスチックもコンビニのレジ袋もワイシャツさえも作れないんでねまあ、日本の経済をこう支える会社たちっていう感じですねまずは登場する企業たちをまあ簡単に紹介していきます まずは JXTG ですね。まあ、JXTG はガソリンスタンドで言うとエネオスなんですけど、まあ、2017年に JX ホールディングスと東年ゼネラル、この2つの会社がくっついてできた会社ですね。まあ、当時ね、まあ、国内系の JX と外資系の東年ゼネラルがくっつくのは結構驚きだったんですけど、まあ、業界最大手の企業で、で特徴としてはね、子会社にね、金属会社 JX 金属を持っているってことですかね。まあ、そこがね、三井物産と一緒に、まあ、チリにあるね、カセロネス銅鉱山っていう、まあ、でっかい銅鉱山を持ってるんですけど、そこの40% と、JX 金属持ってて、そこがね、日本でね、年間で使う銅の5分の1ぐらいが取れる銅根山なんで、まあ、銅めっちゃ電気通すんで、電線とか電子部品材ヒロにこう使われたりするんですけど、まあ、銅の価格次第で業績も変わってくるっていうのが JXTG っていう感じですね。 次に、いでみつコーさん。まあ、でみつはね、4月に昭和セルと合併して、まあ、正式な名前はいでみつさんでいいらしいんですけど、なんかトレードネームっていうのがあって、ま、いでみつ昭和セルっていうね、二つ名前があるんで、ちょっと紛らわしい感じになってますね。創業家と経営がこう、ここなかなか折り合いつかなかったんですけど、まあ、とりあえず昭和セルを子会社化してくっつけたっていう感じっすね。 で、創業家の井出光佐造さんが結構有名で、あの、海賊と呼ばれた男っていう小説とか、映画で有名で、日本のエネルギーをね、純国産資本で守ってきたみたいな、そういう熱い会社が井出光っすね。他との違いは、有機 EL の発光材料を作ってるところなんですけど、今テレビとかスマホのパネルってこうバックライト使ってこう光らせる液晶じゃなくて、直接蛍光灯みたいにね、発光して色を映し出すことができるんで、まあ、それがね、あの、オレットっていう有機 EL なんですけど、まあスマホとかテレビをさらにね、 こう薄くできるっつって流行ってるんですけど、その発光材料を韓国の LG の、えー、テレビにおろしてるって感じで、ここはね、伸ばしていきたいって感じの会社ですね。あと、ノルウェーでもね、石油を掘ってたり、オーストラリアの鉱山から、えー、石炭を取って日本まで運んで売るみたいな、そういう商売もやってるって感じですね。 次にコスモエネルギーですね。まあ、アラブの政府が2割株持ってるんで、外資系っちゃ外資系の会社なんですけど、あと石油を運んでくるだけじゃなくてね、昔からね、アラブのアビダビ市長国っていう国があるんですけど、そこと仲良くて、まあ、石油を掘る生産する事業もやってたり、まあ、千葉にあるね、マルゼン石油科学っていう、でかい科学会社結構持ってて、科学系の事業をしっかりやってるってとこが特徴的ですかね。あと最近はね、風力発電をこう、新潟とか秋田とか、その辺でやってて、まあ、これから新エネルギーに力を入れていきたいっていう会社でもあるってと 感じですかね。 まずは石油元売り業界の合併の歴史からなんですけど、まあ昔はね、17社もこの上のやつなんですけど、乱立してありましたけど、左上の日赤がね、日本石油が最大手でしたけどね。今はね、もう3社まで減ってるって感じですね。まあ、集約集約って感じで。で、ちなみにね、JXTG のガソリンスタンドはエネオスなんですけど、まあ、昔で言うね、ジョモとかゼネラル製油とかエストとかモービル、これらが全部一緒にエネオスになったって感じで、まあ、イデミツはね、まあ昭和シェルと合併して、まあ、イデミツですね。 コスモ石油は、新潟で発生した大規模石油と、マルゼン石油がこう一緒になってやってるって感じの会社っすね。最近はキグナスともね、提携して株の指標も握ってたりします。で、下にガソリンスタンドの数を載せといたんですけど、もう JXTG のエネオスが入れ道の倍くらい多いっすね。 一万三千三百カ所あるんで、まあ、歩いててもエネオスばっかっすもんね。ちなみにガソリンスタンドって、どういう感じかっていうと、こういうね、元売り会社が実際に直営で運営しているのが10%ぐらい比率があって、で、この元売り会社とガソリンを取引して運営している特約店って呼ばれるのが半分ぐらい。で、この特約店と契約して販売をしているだけのガソリンスタンドが、まあ、販売店って感じで15%くらいあるって感じですね。あとは商社がやってるっていう感じですね。 で、そもそもなんでこんな合併が最近進んでるかっていうと、まあ、日本はね、高齢化とか、少子高齢化とか、まあ、車の燃費がどんどん良くなるんで、まあ、石油自体の需要が少なくなるとかあったんですけど、一番大きいのはね、原油の大暴落が起こったことっすよね。アメリカのシェールガス革命で、まあ、めちゃくちゃね、アメリカで原油取れちゃうようになって、今までにアメリカに売れてた油がこう余っちゃうってなって、 で、そこでね、2014年に原油の値段が大暴落したんですよね。で、1バレル100ドル以上あったのが30ドルぐらいまでね、でこう一気に下がって、石油元売り会社大赤字になっちゃった年なんですよね。で、今は60ドルぐらいまで戻ってますけどで、原油価格が下がると、まあ中東から高い値段で買って運んできた、え、元売り会社たちの原油が、日本では安く売らなきゃいけなくなっちゃうんで赤字になっちゃうんですよね。まあ、災害のために70日間分は、まあ原油を貯めとかなきゃいけないっていうね、決まりもあったりするんで、貯めてるやつもね、 もう時間のタイムラグでめちゃくちゃ値段下がっちゃうんで損しちゃうって感じなんですよねで。そもそも自分たちが売ってる商品の値段が下がっちゃうと儲かないのは当たり前ですけど、そんでこのままだと赤字が続いちゃうってことで、まあ、合併して、まあ、石油生,生成所で作るのもお互いの生油情報をこう一体運営してコスト削減したり、まあ、ガソリンスタンドまで運ぶタンクローリーの物流の効率化とかね、とにかくコスト削減削減って言って赤字脱却して、まあ、競争力のある企業になりましょうみたいな、そういう流れで大変が進んだって感じですね。 次にこの元売り会社たちが、まあ、どこから石油を仕入れてるかっていうことなんですけど、まあ、輸入先はね、サウジアラビアがトップで、次にアラブ首長国連邦。まあ、この二つがメインですよね。まあ、八割は中東からなんで、 ちょっと前はイランからも結構買ってたんですけど、イランさんはね、アメリカがちょっと今制裁してるんで、元売り会社も輸入を減らしてきてるって感じですね。次に地図でまあ、撮ってくるイメージなんですけど、まあ、右上にね、日本があって、で、東南アジアからね、まあ、南アジアをぐるーっと航海してって、このね、ホルムズ海峡の細いところを通って、ペルシャ湾に入って、 まあ、アラブ、サウジ、カタール、クウェートでタンカーにね、まあ、原油を満帆に積んで帰ってくるっていう、まあ、そういう仕事っすよね。まあ、大体行って帰ってくるのに1ヶ月半くらいかかるらしいですけどね、まあ。ちなみに船長は日本人なんですけど、船員はね、フィリピン人とか外国人使ってるらしいんで、まあ、そんな、かなり乗り、乗る確率高いのかって言ったらそんなことはないと思いますけどね。 で、次に、そのれてきた原油を、まあ、どこが生成しているかっていうことなんですけど、まあ、生成って、ま、原油をガソリンとかに変えることですね。で、JXTG が58%、えー、イデミツ昭和セルが30%、コスモが12%って感じですね。で、左に、国内処理能力312万バレルって日量って書いてあるんですけど、まあ、本当に景気がいい時、昔はね、バブルの頃は500万バレル以上生成してたんで、まあ、いかにね、まあ、原油の必要性がこう減ってきてるかっていうことですね。 次にどこで生成しているかっていうことなんですけど、ま、生油場の場所はね、日本地図でこんな感じですね。オレンジが JX で、緑が出光、で、青がコスモエネルギーって感じなんですけど、まあ、運んできた原油をこのどこかの生油場に入れるんですけど、まあ、JX は川崎、名古屋、大阪とか、まあ、結構全国各地にあるって感じですね。出光は新潟とか北海道に唯一あるって感じですね。コスモは千葉とか愛知、ま、地下半島、あと大阪、堺にあるっていう感じですね。 次にその製油所で、まあ、どういうね、種類の、えー、商品に分けられるのかっていうことなんですけど、まずタンカーからそのさっきの製油所に直接ね、上流装置って呼ばれるのがあるんですけど、そこに原油をね、流し込んで、まず熱するんですよね。そんで、沸点が低いものから、まあ、ガスとかガソリン、あとナフサ、灯油、軽油、重油、アスファルトみたいな感じで分けるんですよね。で、それをガスだったら、ガス、ガス会社に売って、ガソリンはま、スタンドまでタンクローリーで持ってって売りますよね。で、ナフサだったらバケ 大学会社に売ってまあ、経営はトラックとかディーゼルエンジンの燃料になりますんで、そっち系に売ってまあ、灯油はジェットエンジンなんでま jal、あ、とか ana とかの航空,航空機会社とかに売ったりまあ、そんな感じですね。まあ、重要は火力発電の燃料になるみたいな。そんな感じですね。 次が会社のデカさなんですけど、まあ、入社試験を受ける方はね、この会社がどれくらいのデカさなのかっていうのは知っておいた方がいいと思いますし、まあ、時価総額で比べてみたんですけど、まあ、時価総額っていくら出せば、その会社を丸ごと買えるかっていう企業価値ですね。で、一番デカいのは JXTG っすね。まあ、1兆6000億円、時価総額あって、ま、損保ジャパンとかアサヒカセイとか、だいたいそれくらいと同じ規模の会社って感じです。ま、あデミはね、9000億円って感じで、1兆円は届いてないって感じですね。コスモエネルギーは一番ちっちゃくて2000億円なんで、まあ、 JXTG の8分の1ぐらいの会社って感じですね。はい、次に売上高なんですけど、まあ、売上はね、この薄い青のところで、え、濃い青が営業利益ですね。まあ、売上が一番あるのは JXTG ですね。10兆400億円売上あるんで、これはトップっすね。で、イデが6兆1000億円。で、コスモが3兆円ぐらいの売上があるって感じで、で左のね、この濃い青のところ、かなり見えないですけど、まあ、この見えない棒グラフが利益なんですけどね。まあ、売上に対してめっちゃ少ないっすよね。 いかに元売り会社が剥離た場合のビジネスかってことだと思うんですけど、まあ、石製油所持ってる装置産業なんで、まあ、稼働止めちゃうとね、大赤字になっちゃうんで、まあ、ガソリン価格が下がっても、とにかくね、作って安くなっても売らなきゃいけないとダメなんでこうなっちゃうって感じですね。まあ、こっちの方が重要なんですけど、利益のところですね。利益もトップは j x t g で2800億円ですね。 で次に、出光興産が1650円。で、コスモエネルギーが1030億円って感じですね。まあ去年はね、これ去年の数字なんですけど、まあ原油が下がったんで、どこも利益は出づらかったっちゃ出づらかった年ですね。で、出光は昭和シェルトが合併したんで、コスト削減がこれからね、もっと進んで利益出したいっていう状況だと思うんですけどね。 はい。次が従業員数ですね。まあ、社員数です。その会社にどれくらいの人がいるか見ていきたいんですけど、まあ、薄い青がグループ全体、えー、子会社含めた全体の従業員数で、まあ、濃い青が本体に勤めてる社員数ですね。だからあのね、あの JXTG とコスモが、 ホールディングスなんで、はっきりした数字がね、開示されてないんでね、子会社を含めるとあんま比較できないんですよね。まあ、ホールディングスって、まあ子会社たちを管理するためにある会社で、ホールディングスにこう、子会社がぶら下がってるんでね、そのホールディングス自体の社員数ってこう、もう少なくなっちゃうんですよね。実際その子会社たちの給料がどうなってるのか知りたいんですけど、まあ見えないって感じですね。まあ入れ道だけはホールディングスじゃないんで、給料はわかるんですけど、まあ社員数は、 とりあえず JXTJ が一番多いですね。えー、子会社、グループ会社含めて4万人いるんで、でもこの4万人のうちの1万4千人、これがね、ガソリンスタンドとかのバイトの人たちなんで、実際の子会社含めた正社員は2万6千人って感じですね。で、イデ昭和シェルは、イデ昭和シェルは1万4千4 0人、えー、グループ含めているんですけど、バイトが5千人いるんで、まあ、9千人が、 グループ5会社の正社員ってこんな感じですね。そのうち半分は本体に採用されてるって感じなんですね。で、コスモは3000人くらいがバイトなんで、まあ、4000人くらいがグループ会社に勤める人たちって感じです。ま,あ、まとめると、まあ、JXTG のグループ全体正社員が26000人、イデミツ・シ,シルが9000人、コスモが4000人くらい。まあ、それが正社員って感じですね。やっぱりバイトさん抜かすとね、ほんと装置産業なんでね、少ないっすよね。製油所もプラント設備さえあれば、あんま人いらないんで勝手に動いて生産するんでね。 次に年収ランキングっすね。まあ、ここも JX とコスモがホールディングスですし、まあ、リデミツと昭和セルもくっついたばっかなんで、なんかね、本当ね、見えにくいんですけど、多分順位はね、とりあえず合ってると思います。1位が JXTG で、2位がイデミツ昭和セルで、3位がコスモエネルギー。まあ、まず JX から見ていくと、平均年収がね、43歳で1万、えー、1204万円もらえるんですけど、まあ、これね、まあ、ホールディングスに勤めてる、これ110人分の平均なんで、まあ、当てにならない数字っすね。まあ、多分最初は子会社に入って、 配属されてまあ、優秀な人が、えー、大人になって大人まあ、大人ですけど、まあ、おじさんになってホールディングスに呼ばれるって感じだと思いますんでまあ、知らんすけど。でも、あの合併前の東年ゼネラルはこれ下のやつなんですけど、まあ、16年にはね。2000人の社員さんが。 いて、平均年齢39歳で901万もらえてたり、まあ、新日本石油でも2010年の数字ですけど、2453人が44歳で1069万円平均年収あったんで、まあ、とりあえずね、JXTD さんは40代前半で1000万円前後は少なくとも行く会社っていうのはまあ、ほぼほぼ合ってると思いますね。で、高級サラリーマンならとりあえず間違いないって感じです。で次に、イデ光昭和セルですね。 これはね、くっつく前の昭和セルとイれ、イデミツを単純に足しただけなんですけど、本体社員が4897人いて、平均年収が43歳で961万円もらえる会社ですね。まあ多分ここはね、そんなずれた数字じゃないと思いますんでね。で、コスモエネルギーは、これがよくわかんないですね。ホールディングに勤めてる人が155人いて、その41歳で平均年収が891万円なのは確かなんですけど、 155人の情報だけなんですね。えー、ぶら下がってる子会社とかグループ社員はいくらもらえてるのかわからないっていう感じです。とりあえずね、井出光よりは少ないのは確かなんで、まあ、この順位は合ってると思います。最後に安全性を見ていきたいんですけど、まあ、内定もらっても将来潰れたら意味がないんでね。まあ、そもそも全部一流の企業なんで、潰れる企業じゃないと思いますけど、まあ、安全性っていろんな見方があってむずいんですけど、とりあえず定番の自己資本比率でね、高い順から左から並べてみたんですけど、 ま全部同じ順位ですね。JX が1位で、2位が入水で、3位がコスモみたいな感じで、まあ、コスモが一番安全性は低いですね。ただね、まあ石油がほとんど取れない日本では、石油を運んできてくれる元売り会社はこうなくてはならないんで、まあ、何があったらね、国が助ける可能性は高いでしょうし、国の資本が入ったりね。特にあの JX と入水はね、潰れてなくなることはね、当たり前ですけどないと思いますんでね。 そんな感じで今回は石油元売り業界の業界研究でした。返金年収はね、めちゃくちゃ高い企業たちですよね。まあ、変な子会社に勤めなければって感じなんですけど、これからね、まあ、どんどん業績も伸びてってっていう会社ではないんですけど、給料も上がっていくような会社ではないと思いますけど、まあ十分高級といですししかも潰さない企業なんでね、まあ一生食うには困らないって感じですよね。まあでもね、まあ需要がね、どんどん少なくなっていくんで、業績悪化すればリストラくらいの可能性あるかもしれないですけどね。 まあ、とりあえずエネルギーのない日本にエネルギーを運んでくるっていうね、なくてはならないやりがいのある仕事っぽいんでね。そんな感じで今回は石油業界の、えー、業界研究でした。お疲れ様です。バイバイ。